はい、辻見選手です。練習お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、いよいよ、はい、まあ1週間を切ってもう数日ということなんですけども、チームの状況と、まあ、個人だとコンディショニングの方もいかがかなと、はい、お聞きしたいんですけども、まあ、まずチームは全然いい感じで開幕前の練習をできてるなっていう感じです。やっぱ今開幕に向けての試合に入っていく準備の練習をみんなでチーム盛り上がってやってると思います。あと個人は全然いい感じですね。そうですね、非常にいい感じのように見えます。はい、ありがとうございます。テミ選手によっては復帰という言い方もできるんですけども、はい、まあ、チームを見る限り本当に新しいチームで、どちらかというと新加入というなんか印象もあるんですけども、はい、まあ、帰ってきて、まあ、新しいチームに来てという意味でも、はい、チームどうですかね。そうですね、やっぱり僕が2年前いた時とチームはガラッと変わってるし、まあ、その2年間のやっぱ厳しい2年間があったと思うんですよね。でもそれを、まあ、引きずらず今年はみんな切り替えて違うチームでやっていってるんで、僕もそのプラスになったらいいなという感じでちゃんと今チームに溶け込んでやってます。まあ、昨年まで福岡ということで、まあ、マイケル・パーカー選手かり中井純しかり、はい、竹野選手かり、まあ、ポイントリーダーというかポイントを読める選手がいっぱいいたチームでプレーしてたんですけど、逆に今年高松はどちらかというとやはり全員で点を取っていかなきゃいけない部分で、去年は堤選手的にはやはりチームにスパイスを与えるようなプレーというのが必要だったかなと思うんですけども、今シーズンはどっちかというとゲームの頭から作っていくところもコーチは期待しているんじゃないかなと思うんですけども、個人の印象としては去年と比べてという意味でもどうでしょうか。まあ、去年いた時とは多分全く違うプレースタイルという周りの人は言うかもしれないですけど、やっぱり自分自身も今年はやっぱりスコアして、で、まあ、得点に絡んでいって、まあ、それでチームに勢いを与えられたらなと思います。あとポイントガードとしてやっぱりチームを勝利に導かせないといけないと思っているので、そこをやっぱしっかり頭で考えてやっていきたいです。まあ、コーチはもちろんプランがあると思うんですけど、一選手として、まあ、対大阪戦どんな準備、意識的にもされているのかなっていうのはもしあればしたいな。はい、もちろん、まあ、特別なその大阪に対してとはないんですけど、やっぱり最初の BJ リーグ今年シーズン一番最初の試合なので、みんなでどう入っていく、試合のやっぱ入り方ってすごい大事だと思うんで、最初のワンプレーが相当大事になってくると思うんです。そこをやっぱりみんなで集中したいですね。試合出てるメンバーだけじゃなく、やっぱりベンチでいるメンバーもやっぱみんなで試合に入っていくっていう感じにしていきたいです。なるほど、分かりました。開幕戦も楽しみにしてますし、はい、ファンもね、お帰りということで、はい、新しい風をまた入れて前進してほしいなと思いますので、楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。